パウル・エミール・フォン・レッド・オフォルベックは、ドイツの軍人。第一次世界大戦においてドイツ帝国植民地、ドイツ領東アフリカの植民地防衛隊を指揮し、急戦まで戦い続けた。ライン州ザール類の軍人家庭で生まれた、レッド・オフォルベックは1888年2月に県、糸口月士官候補生として、第四このエレン隊に入隊し、後に、 方兵士官として軍事学を学んだ。1900年1月、列島フォルベックは、疑話団の乱鎮圧のための八カ国連合軍のメンバーとして中国に派遣された。その後アフリカに派遣され、1904年から1908年の間、彼はドイツ領南西アフリカで、コイコイ人及びヘレロ、ナマクア族の虐殺に参加した。彼は左目を負傷し、 治療のため、南アフリカに送られ、そこで、ヤン・スマッツと出会った。後の第一次世界大戦において、彼は、スマッツを相手に戦うことになる。1909年1月から1913年1月まで、列島フォルベックは、ドイツにリーダーザク選手州ビルヘルムスハーフェンで海軍の、陸戦部隊である、海兵大隊にいて、第二海兵大隊の指揮官に任命された。 1913年10月18日、彼はドイツ領カメルーンの植民地防衛隊司令官に任命された。第一次大戦中のレッドフォルベックのポスター。機上のレッドフォルベックがアフリカ人兵士を率いている。1914年4月13日、レッドフォルベックはドイツ領東アフリカの植民地防衛隊司令官に任命された。 この防衛隊は3000名のドイツ兵と12個のアスカリ中隊で構成された小規模な部隊だった。戦争初期の8月当時、植民地総督、ハインリッヒ・シュネー博士は、ドイツ領東アフリカは中立であるべきだと強く主張しており、ベルリンも同意見だった。そのうちイギリス軍がドイツ領東アフリカを海上封鎖し、戦闘の主導権を握る。 必要性を感じていた列島フォルベックは、平時の上司である総督を無視して直ちにタンガへの敵強襲上陸撃退の準備に取り掛かり、1914年11月2日から5日にかけて行われたタンガの戦いで敵上陸を阻止した。彼は、その後、東アフリカにあるイギリスの鉄道を攻撃するため、兵士とわずかな軍需物資をかき集めた。 1915年1月18日、彼は邪神の戦いにおいてイギリス軍に対し二度目の勝利を収めた。これらの勝利により、彼は切実に必要としていた最新型の小銃を呼び、その他物資を得ると同時に、兵士の士気を決定的に高揚させることができたが、またこれらの激戦で多くの経験豊富な兵を失い、その中には壮烈なる、 トム・フォン・プリンスタイのように容易に替えのきかないものも含まれていた。列島フォルーベックの第一次世界大戦に対するプランは至ってシンプルだった。彼は東アフリカが大戦の中ではただの付け足し程度に過ぎないだろうことを理解しており、できる限り多くのイギリス軍を釘付けにすることを目的とした。それが西部戦線からイギリス軍兵力を引き離し、 ドイツの勝利に寄与することを期待した。防衛隊、アスカリ中隊列島フォルベックは、機械の将校らが高い意欲を持っており、それを当てにできることを承知していたが、大きな人的損失の結果、彼は、その後イギリス軍との直接戦闘を避け、それに代わりイギリス領東、アフリカやローデシアの地方にある、イギリス軍要塞、鉄道及び通信施設へのゲリラ攻撃に、 従事するよう部下に命じた。すべての目的は、ヨーロッパの主戦場から連合国の兵力を引き離す、ことだった。彼はおよそ一万二千名の兵士をかき集めた。そのほとんどは、アスカリだったが、全員がよく鍛えられ、統制が取れていた。彼は、ゲリラ戦を行う上において、補充に関しては、利用可能なものなら何でも利用するということが非常に、 重要であるということを実感し、ドイツ巡洋関係にヒスベルクの乗組員を配下に、組み入れ、数多くの関西砲を陸上げし野戦砲として使用した。これらは、東アフリカ戦線で最も大きな、標準型野戦砲になった。1916年3月、ヤンス・マッツに指揮されたイギリス軍が4万5000名という、大兵力で攻勢を開始した。 列島フォルベックは、部隊が有利な条件下で戦える、要根気よく、気候や地形を利用した。しかし、イギリス軍はより多くの兵力を加え、列島フォルベックに領土を放棄することを強い続けた。それにもかかわらず、彼は戦い続け、1917年10月には、マヒワでの重要な戦闘を行い、ドイツ軍は519名が戦死。 負傷あるいは行方不明になり、イギリス軍は2700名が戦死、負傷あるいは行方不明になった。この戦闘のニュースが、ドイツ本国に届くと、彼は少々に昇進した。イギリス軍はその損害を回復し、圧倒的な兵力優勢を維持し続けた。ドイツ軍防衛隊にとってそれは深刻であり、その定員を満たすことは二度となかった。彼はまた、 イギリス軍情報部のサー・リチャード・マイナーツハーゲンとマイナーツハーゲンが負傷してイギリスに送還される1916年まで地力戦を繰り広げた。アフリカ人芸術家が描いたアバーコーンにてイギリス軍に投降するレッド・フォルベック。レッド・フォルベックはイギリス軍の追撃を受け半日分の食料で彼の部隊と共に南へと撤退を始めた。 1917年11月25日、列島フォルベックの渋滞は、ロブマ川を歩いて渡り、ポルトガル領東アフリカに入った。実質的に彼は自ら補給船を立ち、防衛隊のキャラバンはルローの身になった。ロブレ川を越えたその日に、彼らワンゴマノの新しく補充された、中流ポルトガル軍を攻撃し、当面の補給に関する問題をすべて解決した。 また、キニーネを含む医薬品を積んだ蒸気船を路角すると医療問題も解消された。その年のほとんどすべての間、彼らは土地のものを食べて生活したが、食料は主にイギリス軍及びポルトガル軍から路角したものだった。彼らは古い小銃を新しい装備と交換し、機関銃、迫撃砲及び運びきれないほどの弾薬を路角した。 1918年9月28日、列島フォルベックは相変わらず、イギリス軍の追撃を受けながら再びロブマ川を越え、ドイツ領東アフリカに戻った。彼は今度は西に転進きたローデシアに侵入した、ため、イギリス軍がドイツ領東アフリカに仕掛けた罠から逃れることになった。ドイツの休戦協定署名から2日後の11月13日、 彼はカサマを攻略した。イギリス軍は撤退し、南西のカタンガ州方面へ進軍を続けた。彼がチャンベシ側に着いた11月14日朝、イギリスの失政官、ヘクター・クロードが白旗を掲げて現れ、彼に急戦を伝える連合軍、ファンデ・フェンテル将軍からのメッセージを届けた。列島フォルベックは、 戦闘停止に同意し、イギリス軍の要請により北のアバーコーンまで更新して、11月23日に正式に投降した。その時彼の下には30名のドイツ人、士官、125名のドイツ人か士官その他、1168名のアスカリ、およそ3000名のポーターがいた。彼が戦闘を停止した地にはフォンレッドフォルベック記念碑が建てられている。 レッド・フォルベックは1916年11月4日にプールルメリット勲章を受勲し、1917年10月10日、それに白洋が付された。彼は戦時中決して降伏しなかった。彼は大きく不利な状況で、しばしば勝利を収め、第一次世界大戦中、イギリス領土侵攻に成功した唯一のドイツ軍指揮官だった。戦後、 彼とヤン・スマッツは長く良き友情関係を築いた。スマッツは1950年に死去し、列島フォルベックは、スマッツの妻に手紙で哀悼の意を表した。列島フォルベックとドイツ領東アフリカ総督主名、イギリス軍及びベルギー軍のドイツ領東アフリカへの侵攻は、現地民及びドイツ人領主らに次々と壊滅的な影響を、 与える出来事を誘発した。信仰は、植民地の至るところでその地がもはや、豊穣な土地は得られないかのような災難を引き起こした。軍司令官フォン・レッド・フォルベック大佐の最初の仕事は、植民地総督ハインリヒシュネーの反対を押し切る、ことだった。総督は、戦争が、ドイツ領東アフリカに起こりうる、最悪の災難だと考えており、それは、 彼が成し遂げた社会的、経済的改革が全て無に帰するということだった。列島フォルベックは、連合軍と直面した際には後退し、逃げなくてはならないことを承知していた。それゆえ彼は、彼が計画した、ノイモ市から、ウルグル山地に至る新聞路上に、食料貯蔵所を設置した。近隣の村々が飢えたならば、それは、戦争による不幸だった。 ドイツからのいかなる援助も、イギリスの海上封鎖により深刻な供給不足を緩和することができなかった。1916年3月17日に蒸気船マリー・フォンシュテッティン号がリンディの南に到着した時も、1500トンの貴重な積み荷でさえ、ささやかな援助にしかならなかった。1916年9月後半までには、 ダルエスサラームを含むすべてのドイツ領東、アフリカ沿岸部と中央の鉄道路は、イギリス軍の支配下になり、西部は、ベルギー軍に占領され、1917年12月中に、ドイツ植民地は公式には連合国の保護領と、宣言された。列島フォルベックとヨーロッパ人、アスカリ、ポーター、女性及び子供のキャラバンは、脱走を防ぐため、 慎重に現地人兵の部族居住地を迂回しながら、行軍した。彼らは、厳しい地形を越えていった。沼地とジャングル、憂鬱な眺めが私の目前にあったと連合軍、司令官、ヤン・スマッツは述べている。しかしスマッツはひるまなかった。スマッツの新しいアプローチ及び目的は、ドイツ軍防衛隊と戦うことではなく、敵の食料補給の後を追うというものだった。 最終的にそれは、しばらくして、スマッツがロンドンに行き、JL ファンデフェンテル将軍が、東アフリカで指揮を取ることになり終わった。前タンガの病院長でレッド・フォルベックと行動を共にした医師ルードビヒデッペは1919 19年の著書の中で、東アフリカにおける連合軍との戦争で、ドイツ軍により強いられた悲劇を、悲しみと後悔と共に振り返っている。 私たちの後には、私たちが荒らした田畑、破壊した倉庫が残され、そして、ほどなく飢餓が訪れた。私たちはもはや文明の仲介者ではなく、私たちの軌跡には、死が刻まれ、村を略奪しては撤収し、ちょうど30年戦争での私たち自身と敵軍との、成り行きを見るようだった。そこには、ドイツ軍の無神経さと冷酷さがあったが、イギリス軍あるいは、 ベルギー軍によるドイツ領東アフリカでの慈悲の記録もまたない。彼らはアフリカ人の福祉に対する責任を負わず、現地の栄養不良の人々に対する援助もほとんど行わなかった。実際に連合軍部隊で食料が不足した時、イギリス軍、アスカリは村を襲って略奪することに頼っていた。1918年から1919 19年に、 世界的に流行したスペイン風邪が東アフリカで蔓延した時、現地人もヨーロッパ人も同様に数千の人々が病に倒れた。タボラキャンプの捕虜収容所に入れられたドイツ軍、アスカリ及びポーターの集団など衰弱した多くの現地人は特に感染しやすかった。ベルリンに外旋した列島フォルベック1919年3月、列島フォルベックは 本国に英雄として凱旋した。青毛の軍馬に乗った。彼は、ボロボロの熱帯用戦闘服を着た。防衛隊の機関兵120名を率いて、ブランデンブルクモンからウンターデンリンデンを通り、凱旋パレードを行った。終戦後、列島フォルベックは、ドイツ人兵士及び捕虜本国へ送還し、アフリカ人に対等な待遇を保障するための組織づくりに尽力した。 国会議員時代1919 19年4月、彼は海軍所属のこの絵狙撃機兵軍団第一狙撃連隊の指揮官に転任した。1919年6月23日、ハンブルクで腐った食品による暴動が発生した。4日後に戦闘は終了し、街はすでに平成を取り戻していたが、1919年7月1日に、列島フォルベックは、軍団、 列島と共にハンブルクに入った。彼はエアハルト旅団と合流し、1920年5月にカップ一機に参加したが、一機の失敗により軍を退役させられた。1928年5月から1930年7月まで国会議員を務めた。列島フォルベックはアドルフ・ヒトラーとその政治活動に不信感を抱き、 ナチス政権成立後の1935年、ヒトラーがイギリス大使の職を申し入れても、淡かつ応兵に断った。彼の二部もない拒絶の後、彼は継続的に監視下に置かれ、事務所は創作された。それでも、民衆の間での高い人気のおかげで、1938年、彼が68歳の際に、一応の名誉回復は行われ、 特別目的将軍に任命されたが、第二次世界大戦が勃発して、以降も軍役に復帰することはなかった。大戦終結時、列島フォルベックは、経済的に困窮していた。彼の二人の息子リューディガーとアルントは戦死し、ブレーメンにいたアイバは、連合軍の爆撃で死亡し、そして彼は、しばらくの間、マイナーツハーゲンとスマッツから送られた食料に頼っていた。 西ドイツが建国され経済が回復すると彼は再び快適に過ごした。1953年彼は第二の故郷東アフリカを訪れた。そこでは生き残っていたアスカリたちが古い行進曲ヘイア・サファリで出迎え彼は心温まる艦隊を受けた。イギリス植民地政府からは軍人の礼をもって迎えられた。 パウルフォン・レッド・フォルベックは、不慣れな土地で、ゲリラ戦を行うという不思議な能力を示した、大胆かつ慎重な指揮官だった。彼は優秀な兵士であり、最高の指揮官として、白人指揮官、貸手官及び、アスカリから尊敬を受けた敵味方を問わず、戦場において、食料を減らさなければならなかった時、及び補給が減少した時、アスカリたちが、 その削減を受け入れ退去して脱走しなかったのは、彼らの指揮官に対する忠誠の高さを示している。もちろん、何人かは脱走した。しかし、ドイツ軍、アスカリは最も能力があると同時に軍を抜いて忠実であり、それはすべてレッドオフォルベックの彼自身もドイツ人士官も黒人兵士と同様に扱うという独特の規律を思い起こさせた。ホイト、 ザ・ジャーマンズ・フーネバーロスト P-171 東アフリカ戦線の図式は本質的に過度に巨大な連合軍とチェゲバラ、ボーグエンザップをはじめとしてその他の有名なだけで全く戦術的には素人のゲリラたちを非正規戦闘の専門家に育て上げることができたであろう無名のプロイセン軍人に率いられた小さなドイツ軍との戦いだった レッドフォルベックのアフリカ未開拓地での選考は、歴史上最も成功した偉大な単独ゲリラ作戦、として受け継がれた。レッドフォルベック配下の一人の下級士官、テオドール・フォン・ヒッペルは、自身のアフリカでの経験を生かし、第二次世界大戦において、ドイツ国防軍情報部の特殊部隊、ブランデンブルク創設に寄与した。フォン・レッドフォルベックが死去した1964年、 彼がダルエッサラームについてから半世紀後、西ドイツ国会はまだ生存している。アスカリに対して未払いだった賃金を支払うことを表決した。臨時支払い事務所がビクトリアコそばの無安在に設置されたが集まった350名の老人のうち、列島フォルベックが与えていた証明書を提出できたのは少数のみで、他のものは 当時の古い戦闘服を店軍務についていたことを訴えた。そこで資金を用意してきたドイツ銀行家は一つのアイデアを出した。支払いを希望するアスカリがそれぞれ前に出ると一本の砲機を渡し、ドイツ語での軍事協連を再現させた。審査に落ちたものは数ととしていなかった。レーア、ハンブルク、イエンフェルト、ブレーメン及びバート・ゼーゲベルクにある四カ所のドイツ軍。 弊社は彼にちなんで名付けられた。軍の人員削減及び178箇所の施設閉鎖に伴い、列島フォルベックの名を冠した最後の弊社は2004年に閉鎖された。ありがとうございます。